前橋市の郵便局に強盗に入った男が警察に確保されました。男は押し入った際、刃物や爆弾のようなものを示したということです。現場に転がる黒い物体。特殊な機械を使って危険がないか確認しています。爆発物処理班も出動し、一時、騒然となりました。15日午後。 前橋市田口町にある前橋田口郵便局で、強盗事件がありました。捜査関係者によりますと、男が郵便局に押し入ると、刃物や爆弾のようなものを示したということです。爆弾のようなものは偽物とみられています。これまでにけが人などの情報は入っていません。警察は男の身柄を確保し、事情を聞いています。